モニュメントバレーの航空写真地図上の所在地、モニュメントバレーは、アメリカ合衆国西南部のユタ州南部からアリゾナ州北部にかけて広がる地域一帯の名称である。メザと言われるテーブル型の台地や、さらに侵食が進んだ岩山ビュートが点在し、あたかも記念碑が並んでいるような景観を示していることからこの名がついた。古くからの名場法属居住地域で、 居留地となった現在では、その一部は、ナバホ族管轄の元一般に開放する形で公開されており、ナバホ族の聖地とも呼ばれ有名な観光地となっている。モニュメントバレー特にアッサバンの風景は別世界の絶景として知られるナバホランドコロラド高原の一部に属している。この地域は、深い渓谷や山間大地が点在している。独特の地形は、 2億7000万年くらい前の地層が現れたものが風化、侵食によって形成されたと言われている。現在でも風化が進んでいるため岩山の形は変わる可能性がある。ロッキー山脈からの鉄分を大量に含んだ川の流れは下流地域一帯に沈泥となって堆積し、当時の酸素濃度は現在よりも高かったため鉄分の酸化が急速に、 進み茶褐色の地表となった。遺跡が多数発見されていることから、古くから先住民が存在したことは確かだが、西暦1300年頃を境に、先住民は姿を消している。その後、年代は不明だが、ナバホ族が定住するようになり、19世紀半ばのナバホキャンペーン、ロングウォークと呼ばれる白人による略奪、迫害を経て、現在に至っている。 砂漠気候のため雨はほとんど降らない。真冬に降雪が見られることがあるが積もるほどではない。12月から2月の最高気温は10度 C 以下で、最低気温は0下になる。5月から9月の最高気温は25度 C から33度 C。日没後の気温低下が大きい。世界中から観光客が訪れる人気観光地だが、 公共交通が通っていないため多くの観光客は国道163号線からバス等の自動車で移動する。シーニック航空がラスベガスからグランドキャニオン上空を遊覧し、公園入り口近くのモニュメントバレー空港へ飛行機を飛ばし、日帰りツアーを毎日再行していたが、現在は休止している。ジョン・フォードポイント、創作者の一場面映画監督のジョン・フォードは、駅馬車や、 創作者など、ジョン・ウェイン主演、西部劇の舞台として、多数の映画撮影を当地で行っている。監督が好んで映画カメラを設置した、モニュメントバレーを一望できる場所は、ジョン・フォード・ポイントと呼ばれ有名なビュースポットとなっている。上記ジョン・フォード作品以外にも、多数の映画や CM 等で、撮影の舞台となっている。以下は、その代表的な作品、多,多数。 モニュメントバレーのパノラマデジタル大事前の解説コトバンク2018年3月21日閲覧モニュメントバレー豆知識モニュメントバレー情報ありがとうございます